チリーン地図グーグルマップ、秋保温泉秋保温泉は、宮城県仙台市大白区秋保町湯本に位置する温泉である。仙台都心から持ち帰いため、宿泊のみならず、日帰り入浴にも利用されている。同じ宮城県の鳴子温泉、福島県の飯坂温泉とともに、欧州三名島の一つとして数えられる。また古くは、名取のお湯と呼ばれ。 兵庫県の有馬温泉や愛媛県の道後温泉と並んで日本三名島の一つに数えられた。リュウマ町、神経痛、創傷、皮膚病、貧血、婦人病。仙台都心から見て、西南西、旧秋保町内の東西に長い秋保盆地にあり、名取川が形成した河団球の団球面上に温泉街が広がる。温泉街付近では、 団球崖と名取川により、来来峡と呼ばれる警告が続く。秋保温泉旅館組合に加盟する温泉宿泊施設は名取川右岸にほとんどがあるが、観光案内所の機能も持つ、秋保、里センターあるいは秋保温泉入り口交差点を挟んで西側と東側とに分かれて集積しており、西側のさらに名取川上流の神がネオン線まで計16巻がある。 王雨山脈、二口峠を越えて、仙台と山形を最短で繋ぐ二口街道が、当地を貫いており、秋保、里センターの西側地区には、平安時代に起源を有する、宿のほか、江戸時代の寛永年間あるいは元六年間に、創業した老舗旅館が立ち並んでいる。温泉街は、仙台都心から車で30分程度と近く、数百台を収容できる、駐車場。 数百人を収容できるコンベンションホール、そして高級ホテルのスイートルームに匹敵する部屋を有する施設が複数存在し、仙台都市圏で最高の価格とサービスを提供しているため、仙台におけるコンベンション地区として機能し、品格接待にも用いられている。同様に、仙台郊外には松島などにも高級ホテル、旅館が存在することから、仙台都心に いわゆる高級ホテルが立地できない要因ともなってきた。2008年の仙台宮城デスティネーションキャンペーンに合わせて松島に松島温泉が開けゆし、仙台都心では2010年に仙台トラストタワーに外資系高級ホテルのウェスティンホテル仙台が開業したため競争激化から秋保温泉も変革を余儀なくされているが、それでもコンベンション機能があるホテル、または 旅館の宿泊機能で比較すれば、秋保温泉は仙台県で最大の収容能力を有し、スイートルームも仙台県全87室のうち41室を占めるなど、仙台県における優位性を維持している。2010年における当地の観光客入り込み数は108 7867人、宿泊客数は81万8805人だった。 仙台都心を除く、純観光地での比較では、入り込み数において、松島357万人、鳴子温泉郷164万人に次ぐ、宮城県内第3位、宿泊客数においては、松島の69万人を超える宮城県内第1位の観光地である。2010年代には、温泉地でのビジネスホテルの需要や海外からの観光客を含めた、 宿泊代の低廉化を求める顧客に対応する形で既存のホテルの別棟で素泊まり中心のローコストの部屋を増設したりもともとホテル運営会社の従業員寮として使用していた建物を独立したホテルに転用し室内になどのアメニティを極力削減し各部屋内にトイレやシャワールームを設置せずに宿泊者共同で利用することでコストを削減したホテルが開業するなど 一致する宿泊施設にも変化が見られる。開け湯じ期は不明だが、古墳時代にはすでに存在したとする説も存在する。秋保温泉が歴史に登場するのは、第29代、金明天皇の代である。在位中に国産に感染し、八方手を尽くして治療を行ったものの、一向に治らなかったが、秋保温泉の効能を聞いてその用途に搬送させ、 目浴したところ数日で全開したとされ、天皇はその喜びを歌に詠んだ。その由来を刻んだ石踏みが温泉街の一宮に建てられている。おぼつ金雲の上まで見て鹿な鳥の見受けば、あとは鴨モなし。以後、秋保温泉は、皇室の御両温泉の一つとして位置づけられ、お湯の称号を賜り、別所温泉、野沢温泉と共に、日本三お湯と称せられるようになった。鳥のお湯は、 周囲集、山和物語などにも歌われている。お湯であるが、日本三古島ではない。平安時代から、戦国時代にかけて、秋保温泉の湯守役を務めていたのが、佐藤家である。伊達正宗の仙台入府後、秋保温泉に、伊達家の藩主のご天湯が整備されたが、この管理も、佐藤家に任せられた。 江戸時代初期までは、秋保温泉の源泉は一つで入浴場も一箇所のみであった。この入浴場の周りに宿泊所が設けられていた。当初、この宿泊所も佐藤家だけが管理していたが、1625年に岩沼屋が、また元6年間には、三ッ屋が佐藤家と縁を結ぶ形で旗子を開設する。武家はもちろん庶民の利用も活発となり、 広く親しまれる湯治場の一つとして賑わうようになった。大正時代に入ると、秋保温泉と長町との間に、秋保石の採掘運搬を目的とした、抹車軌道が開通した。しかし、所要時間は約2時間20分であり、徒歩での所要時間と大差なかった。その後、秋保石材軌道、秋保電気鉄道へと発展し、所要時間は約1時間に短縮された。 さらに、長町駅では、国鉄東北本線や仙台市電と接続し、戦後にかけ、当時客の輸送に大きく寄与した。戦後、各旅館とも近代的な建築に建て替えが進んでいたが、1980年代に入ると、高層の大型観光ホテルが次々建てられた。すると、人口約5000人の秋葉町の財政では、高層ホテルに対応するポンプ車や、 はしご車などの消防車を配備することが困難となり、町は1985年に仙台市と消防応援協定を締結した。さらに、従来型の簡易水道や下水処理を大量の宿泊客に対応するための上水道と下水道へ整備する必要にも迫られ、また、1981年4月15日の笹谷トンネル開通で、 仙台山形間の最短路になった国道286号が通る町、中心部近くにおいて赤石橋周辺がボトルネックとなって周辺道路が週末に大渋滞する状況も解決しなくてはならなくなった。しかし町単独の財政ではこれらのインフラ整備は困難と考えられ1988年に仙台市へ編入合併。 翌1989年に、政令指定都市化という道を町は選んだ。仙台市との合併後、渋滞の原因の一つである国道286号と、宮城県道31号仙台村田線との接続部において、東北自動車道、仙台南 IC から温泉街入り口までの国道286号に、 片側に車線のおいでバイパスが整備され、その先の国道286号でもボトルネックの赤石橋を回避する赤石バイパスが新設された。また、国道48号からは林道のみのアクセスだったが、仙台西道路、愛子バイパス、県道秋保温線愛子線と続く、仙台都心からの新たな最短経路が建設され、さらに国道457号もできた。 これら道路の整備により、仙台都心から車で約20分、最寄りインターチェンジから約10分という利便性を得た。また、鎌房ダムなどを水源とする上水道が整備され、旧秋保町全体の下水道普及率も、精霊市工事の29.6%から88.6%になり、湯本地区には仙台市消防局大白消防署秋保出張所も設置された。 バブル景気までは、各ホテル、旅館とも団体旅行や宿泊を伴う、大型忘年会などで賑わい、宴会部門を主な収入の柱にした経営をしていた。また、同時期に仙台市に編入合併した旧宮城町内の桜見温泉と比べて、利便性が高くなり、投資や観光客も集中した。しかし、バブル崩壊後は旅行の少人数化で宴会を、 伴わない客層に変化し、団体客が減少して、宴会部門の収益が激減した。そのため、倒産したり、買収される旅館モデルなど、各ホテル、旅館とも、収益構造の変化を強いられた。その中で、生き返資本による低価格販売路線を打ち出す、宿の登場や、既存の宿の方向性転換による、個人客向け高級温泉宿など様々な宿が存在する。 温泉街へと変化した宮城県内山形県内ありがとうございます。